あなたは、鎧の巨人の初登場シーンを覚えていますか？鎧の巨人は、進撃の巨人に絶対に死ねない男として登場するライナー・ブラウンが継承した9つの巨人の能力ですよね。作者、諫山先生のお気に入りキャラであり、みんな大好きライナーですが、今回は、そんな彼が継承した鎧の巨人の謎が深すぎたので、まとめてみました。それでは、ここから先は最終話まで完読していることを前提に解説していきますので、未読の方はご注意ください。鎧の巨人。鎧の巨人はライナー・ブラウンが継承する巨人の能力です。ライナーの次はガビ・ブラウンが継承者候補でしたが、結局ライナーがしぶとく生き残ったため、作中でこの能力を継承したのはライナーのみでした。その能力は名前の通り全身を硬質化するというもので、体を鎧のように硬くすることができます。巨人の弱点である本体がいるうなじ部分も硬質化できるため、通常の立体機動装置による攻撃を防ぐことも可能です。ただし、対巨人用に開発された新兵器、雷槍は防ぐことができません。これだけ聞くと防御にやや長けている巨人のように思えますが、体を硬くした上でタックルすることで威力の高い攻撃も繰り出せます。そのことからライナーの得意技はタックルです。進撃の巨人の巻末に書かれているおまけ漫画、進撃のスクールカーストで、ライナーはアメフト部として登場していますが、彼の得意技がタックルであることを踏まえると納得ですね。ちなみに、39話で、人間の姿のライナーが、コニーを巨人から身を挺して守るシーンがありますが、まさにアメフト部員がタックルをかましているように見えますね。ちなみに、鎧の巨人は作中で、マーレの盾となり、攻撃を引き受ける巨人には、我慢強いブラウンが合っている、と説明され、ライナーに継承されていますが、ライナーが、コニーのことを巨人からかばったのは、鎧の巨人のコンセプトとも合っていることがわかります。135話で、ジャンから、てめえの巨人は名前の割にしょっちゅう砕けてるからな、という不名誉な言葉を送られてる鎧の巨人ですが、おそらく何度砕かれても立ち上がり、身を挺して攻撃を引き受ける鎧のような心を持った人物に代々継承されてきた巨人なのでしょう。鎧の巨人の初登場時の描写。鎧の巨人は1巻2話で超大型巨人に続き、ウォールマリアの扉をお得意のタックルで突破する形で初登場しました。超大型巨人ほどのインパクトはありませんが、鎧の巨人の登場は絶望感に追い打ちをかける勢いがありましたよね。そんな鎧の巨人登場の場面には、巨人の謎に関する描写が隠されていたのは気づきましたでしょうか。それは何かというと、鎧の巨人は体当たりで扉を突破した時、口から煙を吐き出すという登場の仕方をしていました。物語序盤で巨人の生態も詳しく把握してない中なので、あまり気にせず読み流した人が大半だと思います。これは巨人の体温が高いことから蒸気を発している様子が描かれた描写になります。そもそも巨人の体温が高いということは後に判明することなので、その事実を匂わせていた描写でもありました。ただ、実はこのシーンには他にも気になる点があるのです。超大型巨人と見比べてみると一目瞭然ですが、頭や背中、体全体から煙を放出している超大型巨人に対し、鎧の巨人は主に口から煙を吐きながら登場しています。諫山先生によって明らかに書き分けられているのです。超大型巨人は全身から蒸気を発していたのに対して、なぜ鎧の巨人は口からだけ吐き出しているのでしょうか？この件に関して考えられる答えはシンプルです。鎧の巨人は読んで字のごとく、全身がまるで鎧のように硬質化した皮膚に覆われています。つまり、鎧の巨人の場合、巨人の高い熱を皮膚から放出することができず、口から熱を吐き出していたのではないでしょうか。なお、アニメ版を見ると、その熱は、もはや、火炎放射のレベルで放出されています。もしかしたら、鎧の巨人は、これを技としても使えるかもしれませんね。超大型巨人は一目で見て、その体の大きさからどんな特徴を持った巨人なのかが予想できますが、鎧の巨人に関しては、初登場時の姿だけではどんな巨人なのか予想がしづらいです。しかし、口から蒸気を吐き出しているという部分に注目すると、実はこの時点で鎧の巨人の生態がうまく描かれていたわけですね。諫山先生が描く描写の細やかさには驚かされます。煙を口から放出する巨人。実は、鎧の巨人の他にも、口から特徴的に煙を吐き出す巨人が登場していました。それが1話の冒頭に登場していた謎の巨人。1話の冒頭では、若き日のエルヴィンなど調査兵団の面々が一体の巨人に立ち向かう描写が描かれています。この始まり方からして、この巨人は重要な存在であり、ラスボスだったとしてもおかしくないぐらいの印象を受けますよね。しかし、結局この巨人はこのシーンのみの登場で、その後最後まで再登場することはありませんでした。そのため、文字通り謎の巨人であり、読者の間でもたびたび考察がされている存在です。
よく知られている考察としては、9つの巨人の一つの戦鎚の巨人ではないかと言われています。その理由としては、戦鎚の巨人は9つの巨人の中でも登場するのが遅く、長らく謎に包まれていた巨人だったため、1話の謎の巨人の伏線回収をする形で登場するのではないかと言われていたからです。物語としてはありえそうな展開だと言えるでしょう。しかし、そんな謎の巨人の口元に注目してみると、ライナーの鎧の巨人と同じく煙を吐き出していたのです。まさに鎧の巨人と同じような形で煙を吐き出しているので、この巨人と鎧の巨人の関連性が疑われるようになりました。ここで第1話の冒頭シーンで、人類の力を思い知れ、というセリフとともに謎の巨人に切りかかった調査兵団の謎の団員に注目が集まります。彼の名前はモーゼス・ブラウン。完全に主人公のような登場の仕方であり、華麗な回転斬りをしていることから、分隊長クラスの高い実力を持っていた人物だったのではないかと噂されています。しかし、そんなモーゼスはその直後、腕のみの状態で帰ってきました。これは要するに、モーゼスが謎の巨人に敗れて死亡したことを意味しています。この時点では単なるモブキャラのように感じられますが、彼の存在はその後多くの読者から注目を集めることになります。なぜなら、モーゼス・ブラウンという名前が鎧の巨人の継承者ライナー・ブラウンと同じ名字だったからです。名字が同じということで、二人の血縁関係を疑ってしまいますが、さらに二人とも同じ金髪で、容姿も似ていると言えます。これらのことを踏まえれば、モーゼスとライナーの関係性が怪しまれるのも当然ですよね。ここに来てライナーと関係ありそうなモーゼスが、鎧の巨人と煙仲間である謎の巨人に挑むという怪しい構図が出来上がりました。しかし、この話に関して、実はアニメ版を確認すると、謎の巨人の口から煙が出る演出はなく、少し大きめの通常の巨人のような姿をしていました。おそらくただの貴公子というオチなのでしょう。ちなみに、モーゼス・ブラウンの名前に関しては、作者伊佐山先生のミスが絡んでいることも分かっています。実は漫画の作中で、モーゼスの母親が本来モーゼスと呼ぶはずのところをブラウン呼びで記載されており、これは名前ではなく名字。この件に関しては、後に作者のミスだったことが明かされているのです。実際、アニメではモーゼス呼びに修正されました。伊佐山先生のミスが絡んでいたとなれば、モーゼスとライナーは全く関係がない可能性が高いでしょう。鎧ブラウンの瓶の謎。鎧の巨人と関連深いと考えられているのが、主人公のエレンが66話で摂取した液体が入った瓶、鎧ブラウンです。エレンは鎧ブラウンを取り込んだことにより、鎧の巨人が持つ硬質化の能力を手に入れています。鎧とライナー・ブラウンのブラウンという名称からしても、鎧ブラウンは鎧の巨人の継承者の脊髄液だと考えていいのではないでしょうか。133話で9つの巨人の継承者は、他の巨人の一部を取り入れることで、他の巨人の能力を発現することができるという設定があることが分かっています。兄が継承していた女型の巨人は、その特性が強いということも明かされていましたよね。そのため、エレンに関しても、鎧の巨人の継承者の脊髄液を取り込んだことで、硬質化の能力を手に入れたのでしょう。鎧ブラウンは、過去の鎧の巨人の継承者から採取した脊髄液だと思われますが、鎧ブラウンの瓶の他に、最強の巨人と記載された瓶など、他の巨人の脊髄液もありました。しかし、ここで謎となるのが、鎧ブラウンの瓶が、なぜ都合よくエレンの手元に渡り、摂取するに至ったのか、ということです。まず、鎧ブラウンに関しては、おそらく王家であるロッドレイスの持ち物だと考えられ、その大元は王家が壁外から持ってきて、そのまま保管していたものだと見られています。王家は代々、始祖の巨人の力を継承するために、注射で巨人の脊髄液を体内に取り込み、一度巨人化する必要があるので、そのために巨人の脊髄液を収集していたとしてもおかしくないでしょう。そして注目したいのが、エレンが鎧ブラウンを摂取する際に、鎧、とつぶやいていたことです。おそらくエレンは、鎧という文字と、ライナー・ブラウンのブラウンという文字から、瓶の中身が鎧の巨人の継承者の脊髄液であることをおおよそ把握していたのだと思われます。鎧は鎧の巨人だからいいにしても、ブラウンと記載されていることには違和感がありますよね。なぜ、ライナーから脊髄液を採取したわけではないのに、ライナー・ブラウンのブラウンが記載されているのでしょうか。この件は、鎧の巨人が代々ブラウン家で受け継がれているのであれば、辻褄が合います。ただ、実は、瓶のラベルに関しては、エレンが読めていたことからもわかる通り、壁内文字で記載されており、ブラウン家を知らない壁内の人間が書いた可能性が高いのです。脊髄液に関しては、壁外から取ってきたものなのに、ラベルの文字は壁内の文字だとすると、誰かが後からラベルだけ貼ったことになり、ますます謎が深まりますよね。そうなれば、鎧ブラウンは壁内で作られた可能性も考えられてくるでしょう。この謎に対して、実は未来のエレン自身が過去の進撃の巨人の継承者に能力を使って干渉し、鎧ブラウンのラベルを貼った瓶を用意させておいたのではないかという説も浮上しています。
つまり全てはエレン自身が仕組んでいたから、過去の自分の元に都合よく鎧ブラウンと書かれた瓶が置かれたというわけですね。進撃の巨人は最終回で未来のエレンが自分自身が一番だと考える結末にたどり着くために、始祖の巨人の能力などで過去に干渉していたことが判明しましたが、作中の途中ではうまくできすぎていた展開も未来からエレンが操っていた結果だと考えると説明をつけられるのが面白いですよね。皆さんの意見もぜひコメントに書き込んでいってください。以上、今回は鎧の巨人について詳しく見ていきましたが、鎧の巨人といえばライナーが披露した謎の技も見逃せませんよね。ライナーは19巻78話で新兵器の雷槍をまともに食らって死の淵まで追い込まれた際に、全身の神経網に意識を移すという謎の技に成功して奇跡の生還を果たしています。ベルトルト曰く、神経網を通じて巨人の脳を利用すれば記憶も失わずに済むそうです。この技はこの時限りでのみ使われた技ですが、一体何だったのでしょうか。ライナー以外は使用していないことから、鎧の巨人特有の能力だとも考えられます。ちなみに、歴代の9つの巨人の中に、鎧の巨人らしきキャラが登場していますが、かつては全身が岩で覆われていたようなので、ライナーの巨人はナイスガイだったことがわかりますね。皆さんの考察がありましたら、ぜひコメントで共有していってください。ご視聴ありがとうございました。